はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。スピリットバーまたお届けですね。はい、今日は日本メンタリスト協会の、はい、高野山熊野ツアーというその一環の中でまた、はい、今日2日目だっけ。2日目ですね。今日はね、ギャラリーがたくさんいます。ありがとうございます。実は皆さんこんばんは。ニコニコ動画見せて出ればいいんですけど、ね、もしかしたらあの、ね、私たちの向こうから声が出てくるかもしれないので、いろんな質問が出ればまたそれも受け付けたいと思いますので、じゃあ、まあ、改めまして自己紹介で、日本メンタリスト協会副理事長の宮垣です。はい、理事長の斉藤です。理事の斉藤です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、でこのツアーでですね、はい、今日あの熊野をいろいろ回らせていただいたんですけども、はい、未来過去現在っていう、はい、そのそれぞれの神社でのその由来があるっていうところがあって、うん、であのこれ僕よく言うんですけども、起こったことに絶対その意味はあると、はい、うん、必然必要という言葉があるじゃないですか。で今日はちょっとそのテーマについてね、はい、お話をしてみたいなと思ってるんですけども、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。うん、